オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマにネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は響先生です。では早速お聞きください。皆さんこんにちは。アンサンブル・アン・フランセ講師の響です。今日は少し僕の兄弟構成についてお話ししてみたいと思います。よく一人っ子っぽいと言われ、自分でもそう思うことがあります。ところで、一人っ子はフランス語で enfant unique。性別がわかる場合、一人息子は fils unique、一人娘は fille unique と言いますね。この unique という単語、カタカナ語のユニークと混同してしまいますが、元アラテン語でたった一つのという意味を表す言葉です。なので、enfant unique はユニークな子供ではなく、一人しかいない子供ということですね。さて、それで僕の話に戻りますが、一人っ子ではなく、実は双子の妹が一人います。フランス語では双子を表す形容詞を jumeau と言い、女性形は jumelle なので、僕の場合は j'ai une sœur jumelle j'ai une sœur jumelle のように言えることになります。ちなみに一卵性、二卵性の双子をそれぞれ vrai jumeau、faux jumeau と言います。受精卵が一つの場合は vrai 本物で、性別も違う僕のように同じ受精卵から生まれているわけではない場合は faux 偽の双子ということですね。他にも一卵性の場合 jumeau monozygote 二卵性の場合 jumeau dizygote のような難しい言い方もあります。zygote が受精卵を指し、その頭についている mono それから di はどちらも古代ギリシア語由来で一つのそして二つのを表す接頭詞です。一説には双子が生まれる確率は100分の1くらいだそうです。もしご自身も双子という方がいたら覚えておくと自己紹介に役立ちそうですね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕響がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える、短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は、僕が担当している翻訳強化グループレッスンについてご紹介します。それでは今日のレッスンを始めていきましょう。先ほどは一人っ子や双子のフランス語での呼び方をご紹介しました。兄弟についての話は自己紹介の時をはじめ、どの言語でも生活の様々な場面で話題になりますよね。今回はそんな時、会話の中でさりげなく話題を導入するために使える表現を学びたいと思います。例えば、兄弟や姉妹はいるの？と聞きたい時、フランス語では、Est-ce que tu as des frères et sœurs? Est-ce que tu as des frères et sœurs?という風に言いますね。ただ、話の流れもなく唐突に切り出しては相手がびっくりしてしまうかもしれません。そんな時、ワンクッションを置くのに使えるのが d'ailleurs、そして par ailleurs といった表現です。皆さんも耳にしたことがあるかもしれませんが、それぞれの使い方について見てみましょう。まず、d'ailleurs, est-ce que tu as des frères et sœurs?と言えるのはどんな時でしょうか。この場合考えられるのは、今まさに自己紹介の最中というような場面です。初対面の相手の名前や職業、住んでいる場所などを一通り聞いた後に、ちなみに兄弟はいるの？といった感じで、今すでにしている話の延長線上にある情報を聞きたい時などに使えます。他にも、やはり話の流れの中で何か他の問題のために兄弟がいるのかどうかを確認したい場合にも使うことがあります。例えば、Tu vas te marier? Félicitations! D'ailleurs, est-ce que tu as des frères et sœurs? と言えば、結婚するんだって？おめでとう。ところで兄弟はいるんだっけ？といった意味になります。相手の家族の話をしているので、兄弟構成が気になるのは自然と言えますよね。では、変えて、par ailleurs はというと、d'ailleurs を使った時に比べ、関係ない話をしている時に新しい話題を持ち出すために使うことが多いです。ailleurs はもともと他の場所を表す言葉ですが、par ailleurs だとこの単語のニュアンスがより顕著になるのですね。なので、話は変わるけど兄弟はいたんだっけ？のような感じで、全く別の話をしている時にでも使える表現です。例えば、Tu es vraiment gentil. Par ailleurs, est-ce que tu as des frères et sœurs? と言えば、君は本当に優しいね。そういえば兄弟姉妹はいたんだっけ？という意味になり、表面的には話のつながりが見えませんが、聞いている側からすれば、兄弟構成から相手の人間性を見るなど、密かに狙いがあることがわかります。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブル・アン・フランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、アビアント。響先生、ありがとうございました。アラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回はアンサンブルの特別企画として響先生が月に2回担当してくださっている翻訳強化グループレッスンについてご紹介します。アンサンブルでは発音のスペシャリストとして知られている響先生ですが、翻訳にも大変関心が深く、気に入った小説を丸ごと一冊和訳してしまうほど翻訳に力を入れていらっしゃいます。そんな響先生による翻訳強化グループレッスンは、Zoom ウェビナーというオンラインでセミナーを行うためのソフトを使い、最大6名の参加者に開講され、アンサンブルの生徒様であればどなたでも無料で参加することができます。さて、翻訳がテーマのグループレッスンと聞いて、ハードルが高いと感じる方は少なからずいらっしゃると思います。その場でフランス語を読んで翻訳するの？知らない単語がたくさんあったらどうしようと不安になりますよね。でも、そのような心配は無用です。レッスンの3日前までに、響先生がフランス語の原文を送ってくださいますので、参加者はゆっくり原文に目を通し、辞書を引きながら、じっくりと十分な時間をかけて日本語に訳すことができます。レッスン当日は、参加者がそれぞれの訳文を発表し合い、響先生がその都度解釈のポイントをアドバイスしてくださいます。もちろん、響先生ご自身の訳文も披露されますので、とても参考になるばかりか、翻訳という作業、そしてフランス語と日本語の奥深さを実感できるので、大変贅沢なひとときを過ごすことができます。翻訳を通して言葉と向き合い、言葉を心ゆくまで味わうことができるアンサンブル独自の翻訳強化グループレッスン。ぜひおすすめです。初めての方でもお気軽にご参加ください。お待ちしております。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブル・アン・フランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛てに、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。